国道319号終点愛媛県四国中央市三島金ス交差点国道319号は香川県境出市から徳島県三好市を経由して愛媛県四国中央市に至る一般国道である。徳島県三好市山城町、茂地域県の境出市から丸亀市原田町までは国道11号と重複し丸亀市 原田町から徳島県三好市山城町川口にかけては南進する。以前は全通寺市街区間含め全線が片側1、車線だったが全通寺バイパスの開通により一部区間が片側に車線化となった。香川県万能町外伝から三好市山城町川口に至る区間は国道32号との重複である。井の花峠越えの三間区間では急カーブが 連続する。三好市池田町周津から、三好市山城町川口に至る区間は、吉野川沿いを通行する。三好市山城町川口から、愛媛県四国中央市金社町金社湖にかけては、同山川に沿って精神する。徳島、愛媛県境付近と、四国中央市新宮町、堀切トンネル南口から、四国中央市金社町平野橋に至る区間は、道幅が狭く。 見通しが悪いカーブが続く、いわゆる国道のままである。近車湖から四国中央市街にかけては北進する。近車湖から終点三島金ス交差点に至る区間は、一車線幅の方王トンネルを除き再び対面通行になる。平野部で、伊予三島駅の西側を通過し、終点三島金ス交差点で国道11号と合流する。 一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、経過地は次の通り、香川県から徳島県にかけては、コンピラ街道として、古くから利用されてきた道である。近代では、大久保陣の進むが中心となって建設された四国新道の一部を前進としており、1890年に丸亀、田戸津淡池田、川口が完成している。方バイパス。 愛媛県四国中央市、中曽根町国道32号との分岐香川県、中田野郡万能町外伝橋梁、トンネル方をトンネル、愛媛県四国中央市寒川町道の駅香川県、全通自治大魔町。ありがとうございます。